国公立の女子大学ってのは全国で4つしかない、はい、お茶の水大学と奈良女子大と福岡女子大と県立女子大しかない、はい、女子しかいませんので、うん、その固定された性別役割分担意識っていうのは全くないんです、ね、みんながリーダーになる、リーダーのフォロワーも経験して社会に出ていく、うん、